皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月24日、15時25分、今日、時永神経クリニックへ行った帰りに黒い、スーツを着たマスクをした男性で、一瞬その通り過ぎてから久人様かなと思って、声かけてみたんですけども、まあ無言で、振り返られることもなかったので、まあ、当人かどうかわからないということで、あとは、結局、統合失調症っていうところのままで、この薬の、その統合失調症の、その、治療として、薬を新しく出されたと。で、ちゃんとその、まあ、薬剤師の人で、女性の人で、私が渡しますとか言ってた人で、私たちのしてることの方が悪いっていうことを、まあ、言ってはくれてはいるんですけども、と、その、富永先生に、その精子の生産されなくなる薬、を飲まされた人から生まれてくる、その、奇形児の人の、その、パーセンテージはどんなものなんですかと。聞いたんですよ。そしたらもう知らないっていうことを言うんですね。で、でしょって、やっぱり現実的にそうなんでしょって。で、そこでもその、昔の山口組の田岡製薬所、兵庫県、姫路市よりももう少し西にある、製薬所、そこで、田岡製薬所というところがあって、三井系列で、で田岡御殿というところが神戸市の、灘区か東灘区にあって、でフィナンシャルグループの傘下で、三井系列の傘下でその製薬所があったと。で、それをたどっていくとやっぱり国になるんですよ、結局のところは。で、その今のその医療業界の人間が、その自分たちのしてきたことでね、その自分たちが出してきた薬で奇形児が生まれてきた、そのパーセンテージの調査すら しようとしないっていうことになるんですよ。その精子の生産されなくなる薬だとか。だからこれを法的に見たときにどうなのかっていうことで、これを野放しにしてるから、淡井圭介さんの言ってることの方が正しいっていうことを裁判所でしっかりと認めて、医療業界でそういう、精子の生産されなくなる薬だとか、その製薬会社関係のところを一回全部取り締まらなきゃならないんですよ。で、一回それは私が中学生の頃に行われてるんですよ。一部の警察官の人たちの間で。だけども、その、これを飲めばね、その、これを飲めば、その、車の運転免許証に関する、その、東京、まあ、その、車運転をしても大丈夫だという、その、認定をね、書くと。で、もともとその、車の免許証に関して、問題ないかどうかに関して、免許証を返納させるかどうかに関しては、警察の方から、明石署の方の、窓口、まあ、けど兵庫県警ですね、元は。で、そういうふうなところが、まず自分たちがどういうふうな仕事をしているのかっていうところの自覚を、各自一人一人が持っているのかどうかなんですよ。いや、もう昔、要するに第一次世界大戦とかあって、エネルギーの、これも今日話しました、富永先生に。第一次世界大戦があって、第二次世界大戦があって、エネルギーの残存量問題があって、それ解決できないから、結局こういう風な形で車に乗る人間を減らそうとしたんでしょって。もともと怒らすようなことをずっと仕掛けてきて、じゃあ医療業界の人たちはなぜ車に乗ってるんですかっていうことなんですよ。ハレーも整骨院もそう。介護職は医療業界とワンセット。で、こういった状況下で、その、残念ながら、その、まあ、何十年も、訴訟等による助けっていうものが私にはないんですね。まあ、弁護士さん、などの、その、
どう言ったらいいかな、こう世の中自体がみんなその今までのその流れとか惰性だけで動いてしまってる。だから万博に関しても結局そうじゃないですか。この後の動画にくっつけようかなどうかなと思ってるんですけども、今日帰ってきた時にね、その丘の上の方のところになぜか橋脚ができていると。どういうことなんですかこれはと。カーするか道路を取り外したのか。だからその頃そういった道路が作られたのは宝塚三田病院とかに、入院させられたり通院させられてた時期でしょ。だから薬による力による権力による抑制によって、建設業界とかに仕事を回して票を入手して党というものが成り立っていた。という回答にしかならないんですよ。残念ながら自民党の皆さんに関しても。だから、その事実っていうのは、岸田さんとか知っていたのに、今岸田さんを責めてるんじゃなくて、岸田さんの家系って両方とも元総理の人たちの家系なんですよ。で、そういう人が総理でエネルギーの残存量問題分かっていて、万博に関しても、本当は俺も反対側とか何かそういうことを言ってるんですね。まあ、ただちょっと笑い、真面目な顔して言ってくれなかったらその辺のところの真意とかもよくわからないんですけども、そのこれもう本音言う、これも僕からの判断で言わせてもらいますと、もう上の方の世代とか勝手に身勝手に万博っていう条約を作って、まあそれは他国とかが先に作っちゃったんだと思うんですけども、国連加盟国が。で、エネルギーの残存量問題を分かってる人間と分かってない人間が上の方にいっぱいいたと。でそれでよく分かんないまま万博とかそういったものを開いて、要するに建設業界とかに仕事を与えたいなかったからとかだとか、テレビとか使って嘘の経済、架空の経済、もう今なんかニーサとかで変になってるでしょ。世の中日経平均 株価がこの間3万9000円突破したようなこと何も分かってない象徴ですよ。すぐに車の生産とかやめなきゃなんないんですから、エネルギーの残存問題からいくと。車の運転免許証は自分の身分を証明するのにこう、わかりやすいものであって、で、肝心要の、そういう上の方の人間、が結局車を乗ってる、まあ、一部仕事上仕方がない部分とかあるんでしょうけども、ただしもう何でもかんでもね、その、ちょっと歩いて行ける仕事場とかでね、片道駅から、15分なり、まあ、20分なり、まあもう30分はちょっときついかもしれませんけども、まあ肉体労働者じゃないんだったら片道30分ぐらい歩けるでしょう。普通に。まあ、肉体労働者でしたけども、昨年中川本さんで働いていて、まあ、スタッドレス交換の、トラックへの積み込み、積み下ろし、パレットに乗せていって、まあ、それを下ろしたりだとか、まあ、命綱なしでパレットを3段目ぐらいまでとか登ったりだとか、まあ、本当は4段目まであるんですけども、もちろんそれ足滑らしたら落ちてしまいます。だからそういうふうな力仕事等を、行っていて、それでも僕行きと帰りももうここから歩いて通勤してました。だからこういう薬がどうとかこうとかじゃなくて、各自がどう行動するかであって、でこういうような必要ない薬を統合失調症と称して飲ませて、自分たちが車乗ってる時点で、ね、問題どこにあるか分かりきってるわけじゃないですか。集団化するからですよ。だから悪いことするんですよ。数に物言いますから。
でこれね、その精子の生産されなくなる薬と人口の話も今日富永先生にしたんですよ。その国境のところでね、今の国境の範囲内で人口は4000万人ぐらいですよと、いるかいないかぐらいですよっていうことを言ったら、そこまで分かってるんだったらって言って、まあ、何か見せようとしたんですけども、頭の中でよぎったのは見たくないっていうような内容がよぎらされて、僕は本音を見たいんですよ。何を見せようとしたのか。世界国勢税だったらまあ僕も購入してるんですけども、ただそこまで分かってるんだったら、まあ、あと何を見せようとしたのか。昔そういえば富永神経クリニックで薬に関する本か何かで渡されたのか、二十歳ぐらいの頃なんかもっと突き詰めたものっていうのが、もう知識的には私の方が絶対上だっていうのはもう話してて分かるんですよ。その人ももう別にその特別何か悪気があるわけじゃないんですけど、もともとできていたその第二次世界大戦の頃からの社会全体の仕組み、それの中から脱却することがみんなできてないんですよ、結局。で、こんな薬をいちいち飲ませていたら、まあ、この薬がどういう薬なのかよくわからないですよ。で、一回飲んでみてとか、こう、興奮を抑えて不安、緊張などを和らげたりする作用がありますって、これは根本的な解決に何もなんないでしょ。外から喧嘩を打ってくる人間とかいたから僕は怒ったりしてたわけであって、それは普通のことであって、それしない人間が一人もいなくなったら正当防衛って何のためにあるんですって。法律正当防衛、民法720条、刑法38条、っていうふうな、突き詰めた内容とかも考えたりしないですし、一般的に社会で、例えば、ちょっと前に、働きに行った三田市の、ベルシステム24、まあ、そこの人材派遣会社を通して働きに行ったんですけど、マーキュリースタッフィングというところから、まあ、マーキュリースタッフィングさんの人、別にまあ、人柄は悪くないんですよ。人柄というか、まあ、人間性。だけど、まあ、その、なんか、不愛というか、出来高というか、まあ、そんな風な形で仕事してるみたいで、もう何時でもいいから何かあったら電話かけて来てくださいっては言ってるんですよ。で、まあ、実際、まあ、悪いかなと思いながらも、夜の20時ぐらいとか電話かけたら、まあ、電話、折り返しかけてきたりだとか、繋がったりだとか、嵐さんの方こそ大丈夫ですかと。まあ、担当者の人は嵐さんっていう人だったんですけども、労働時間大丈夫ですかと。まあ、そういうふうな形で人材派遣会社の末端の人間は、その担当の人は動きますし、で、ベルシステム24のそこの現場の責任者の人は、まあ、人材派遣会社の人とか、パートタイマーとかの人とかも、全部合わせて、まあ、1000人規模の、視点であるっていうことは言ってるんですけども、喋ってる内容はもう、稚拙なんですよ。ああいうふうに、こう、裁判所じゃないから、とかそういうことを平気で言っていて、コロナウイルスの患者さんのデータ入力の仕事なんですけども、結局、行政との話も、そこも噛み合ってないんですよ。なあなあになってしまって。もう途中から患者さんの名前とかもう何でもいいから上がってきたデータをとにかく入力してくれればいいって言い始めたんですよ。その人は現場でいつも中心のデスクに座っていて、まあ多分2番手の人だと思うんですけども、どうやらその上の人らしい人物、まあ上って言ってました。ただその会社の組織図表っていうものを掲載してなくて、課長なのか部長なのかわからない。で、まあ、名前を教えてもらいましたけども、まあ、所長だったのかもしれないですけども、それもわかんないですよ。で、
その人と話して、まあ、その人はね、まあ、眼鏡をかけた男性の、まあ、髪の毛染めてない方だったんですけども、まあ、もう一人のその、あいこ国裁判所じゃないからって言ってた人は、もう髪の毛染めてる人でね、もうお腹はもうものすごい出てるような人だったんですよ。小川さんっていう男性の人でね。で、もう7人になりすぎてるんですよ。だって、コロナウイルスのデータ入力の仕事って、どこの誰が、そのワクチンを打ったかどうかをしっかりと記録しておくものであって、で、そのワクチンの後からその弊害が、いろいろなニュースが出てきてるわけじゃないですか。もともと聞かないものだし、結局、人間が作り出した生物兵器なんですから。生物兵器に関する、条約っていうものを見てもらったらいいです。法律面でありますから。1条から5条に抵触してます。違反。捕まる。人並みにひどいことをした人。それと組織全体がそう。で、それを利用して、ワクチンを、生産していたっていうのは、これが現代社会の医療機関の金の稼ぎ方であって、で、そこからの真実の話で全然出てこないでしょ？で、末端のその本当のことを言う人間を法律名を出してなかっただけで、ずっと精神病院に、言えたりだとか、嫌がらせ関係を医療機関の人間がしていた。で、多くの人間がそういったことを、青井圭介が言った話を、まず、真面目にまず受け止めようとしなかった。で、他人任せ全員。こんな怖い世の中、いや、僕もそんな怖い話って。絶対こうなります。ほとんどの人は。だって警察官が分かってないんですから。もともとだって、インフルエンザも人間が作ってる可能性が非常に高いです。あれもともとテレビで放送しましたけども、人間の体の抵抗力を上げるために、そういう菌を作って、だよ、今誰か、歩いていったけど。なんか、これも警察官の人が家の外の人間を撮影したらダメだとか言ってたのも、これもなんか上の方が作り上げたシステムだと思いますよ。黒猫ヤマトさんでした。まあ、こういうこともあると思います。なんかもうタイミングとか見ても、おかしいでしょ。その SNS とかで一般人が何かを撮影して、その内容はそんなに広がるかって言ったらまずないんですよ。テレビで出る著名人とか社会的地位の高い人間、会社の大きな会社の社長さんや会長さんだったら拡散する能力はあるんですけども、普通に SNS とかで何かあげたって、もうそんなのなかなか検索ワードなんかわからないから、見てる方は。もう最初の段階。だから本当のことを世間にさらけ出されたら、困る側の人間がそういうふうなことをしてたんじゃないかなっていうところがあるんですよ。で、その外とか人を撮影するのはやめようっていうことを言ってた佐藤さんっていう警察官の人は、まあ普通に話は聞いてくれるし、で、その昔からの話か何かで警察官全体がそういうふうなことを上から言われてしまってる。で、その上が結局自民党とか、まあ、もしくは他の党かもしれない。で、もともとテレビ出ていた人間が、まあ、もともとその政治家、国会議員とか、そういう人たちなんですよ。地方議員とか。結構います。で、まあ、立場変えて、大学の教授になったりだとか。だからそれが昔言われてた天下りであって、テレビ出演者の家系自体が、そういうところの家系からスタートしたところの家系の、その娘息子とかが、テレビに出たりしてるわけで、その一回有名になった人のね。じゃあ何がしたかったかって言ったら、有名人たちのしてた、その税金への食らいつきとか、その辺のところを公にされるのは、
怖かった怖かったというよりも、バレてしまうのも恐れていた。結局それだったらお金じゃないっていう話になるんですよ。だけどもその、ま、だからまあ末端の警察官の人はそう上から言われてるからそう言うしかなくなるでしょう。法律を読み通していったら分かる通り、本当の話は絶対世間に開示するべきなんですよ。で、テレビでもこれ放送してましたから、DNA のことに関してですよ。その DNA の解析等に関して、ワクチンだのなんだのっていうのと、その二重の化石っていうのは僕は子供の頃から聞いたことあるんですよ。本当に医療機関ってどこでもないなと。で、ナチスドイツも、そのヒトラーも、毒ガス兵器を使ってたでしょ？大量殺人をしたわけじゃないですか。だから生物兵器に関する条約ができなかったのに、熱が出るぐらいだったらいいやっていうところまで2020年に、まあ厳密に言うともう2019年の段階で進んでしまったんですよ。この世の中は。まあ、大学とかの医療機関とかをもっと数減らさなきゃなんないです。こういうふうな方法でお金稼ぎをしたがりますから。あと科学の世界は電波でごちゃごちゃ言ってくるっていうのを、それをコンピューターは基本的に行っていることですから、それをやめさせなければならない。だから変な設定が多分入ったままで、それを解除する方法があるのかどうか、それを世間に発表するのが、まあ、自民党としてのまず務めであって、最近なんかもうずっと以前と同じニュースとか、国会答弁もあれ以前と同じですよね。政党交付金の話、そんなもん野々村県議の時にはっきりしたじゃないですか。裁判所で。だからこれね、なんて言ったらいいんですかね、僕だけじゃないでしょ、だからこういう風な目に遭っている人。だからもう正直この薬飲むの怖いし、その精神の精査されなくなる薬を飲まされた人でね、その奇形児が生まれてくる率、富永先生はもう本音である程度もの言ってくれますから、その統計に関してね、政府もそんな統計ないって言ってるんですよ。そういうものを飲まされて、奇形児の人がどれぐらいの確率で生まれてきてるか、飲んでる、全く飲んだことのない人と飲んだことのある人ので、まあ、もっと 軽くていいのがあるからっていうことなんですけども、これ別に僕は興奮してるわけでも何でもないし、僕はこれはっきりとはきはきと主張してるっていうことなんですよ。それを興奮を抑えて不安緊張などを和らげたりする作用がありますっていうことがあるんですけども、これね、科学の世界と、まあ、一錠だけそれ飲んでみて、どうなるかなっていう部分があって、まあ、飲むべきかなどうかなで迷ってるんですよ。その薬局の窓口の人は、ちゃんと自分たちが悪いっていうことを認めてる人だったんですけども、これを飲んでまで運転免許証を保持するのかどうかっていうことを考えたときに、どうするべきかなもありますし、すでに僕はこの辺では有名人になってしまってるんですよ。だから絡まれる絡まれないで言ったら、それは車に乗ってた方が絡まれないですよ。電車の中でだってあれだけ絡まれてたんですから。まあまあ、
結構範囲広いですよ。港川までどころか、この辺りからどころか、三田市だけとかじゃなくて、まあ、三宮とか、西の方はどこまでかは分からないですけども、もう長い間、須磨海岸とか、ああいうふうなところとかも行ってないですから、まあ、正直、車に乗って生活しなかったら、ね、自分が一回有名になったら分かりますよ、僕みたいにすぐ絡まれるっていう生活、家の前まで来られてとか、家の横とかを通り過ぎながらごちゃごちゃ言ってくる人間とか、1日200件とか100件とか、もう10年以上もそれ経験させられて、それで怒るなんていう方は無理でしょ。そういう話しましたよ。この手の話をされたら、全くそのほとんど悪いことをしたことのない、生きてきた人間が警察官になっても、最初からこんなに行政がむちゃくちゃなんだったら、議員さんがすぐに辞めさせたらいいのに、それをテレビで一斉に放送して、それで固定すればいいのに、それができてないでしょ。もうそれは人口極端な少子化に、それはなりますよ。これだけ世の中むちゃくちゃだったら。晴山整骨院に集まってきてる車もそうなんですけども、ここの住宅の駐車場に止まってる車で結構な高級車が結構あるんですよ。元値、販売価格、新車で買った時に300万円以上。だから公営住宅なんていうものは、もともと一月の収入がある程度あったら、30万か30万円ちょっとですかね、まあそれぐらいあったら、もう月の家賃が10万超えるんですよ。だからまず公営住宅でそういうふうな高級車ありえないんですよ。だからまあ誰かは名義貸しみたいな形で借りて、代わる代わる誰かが、泊まり込みに来ていた。まあそれは警察の方にも言って、まあ、対応してもらったりしてる部分とかもあるんですけど、僕の場合は免許持ってるだけで車乗ってないですからね。なぜその病院が、精神病院が統合失調症っていうものを淡井圭介に対してこだわるのかっていうところと、僕はホームページで明快な答えを出してるんですよ。それをしなかったのが結局政府じゃないですか。で、まあそれを今の世代の議員さんたちが私たちに言われても困るになっちゃうんですよ。それはなぜかっていうと、その当時の議員さんたちはもう今、この世にほとんどいませんから、年齢的に。いやだから総理になる人の年齢が、まあ、第一次の安倍政権、安倍晋三さんが総理だった頃が50何歳だったじゃないですか。あれぐらいの年齢で総理っていう設定じゃなかったら無理なんですよ、この世の中で。総理になるまでに複数の大臣を経験してから総理になるのであって、じゃあ大臣になる頃の年齢って僕ぐらいの年齢なんですよ。僕ぐらいの年齢か、もう40ちょうどぐらいで大臣にならなかったら、最終的に総理になる人は遅すぎるんですよ、年齢が。今別に安倍晋三さんを責めたりしてるわけなんじゃなくて、これも自民党としてもそうですし、立憲民主党さんとしてもそうですし、維新の会としてもそうですし、いろんな党の人たちがね、そのこういうことをやめればいいのに、なぜ医療業界にこういうことをさせることを認めてるんですかと。そういうことなんですよ。服用中に眠気、注意力、集中力、反射、運動能力などの低下が起こることがありますね。車などの運転をしないように注意してくださいって書かれてるんですよ。注意事項。だから逆じゃないですか。こういうものを、
飲んでいて、車なんか運転しちゃダメだっていう形でなんかこう捕まえようとしてません？河川水門開閉式ダム発電とか誰がするんですか？クルベダムの例がある？全然違いますよ、システムは。そのために特許があるんですよ。各自の創意工夫だとか努力とかは違うから、だから、ちょっと似たようなものとかぐらいだったら通らないですよって。河川に水門をつけて、開閉式にして、でその地下水流ストレートトンネルっていう複数の回転扉をつけることによって水圧によって安定した電力を得れる、安定した水の量、河川の底とかを調べて、だからそれはもう阪神・淡路大震災があった時に港川の河川の底は抜けていたっていうことを僕は証言していて、そこから河川の底がどうなってるのかという話になって、麻生太郎さんが大臣ぐらいの頃に烏原の水源地という、神戸市、兵庫区と北区の間ぐらいのところかな、その烏原の水源地のその上のところに石井ダムを作って、で河川の底のなども整備されたんですよ。一応まあその河川が大雨で、河川の氾濫があったっていうことになってるんですけども、その話はよくわからないです、正直。嘘でそのニュースができたのかな、どうかなとも思ったことがあります。っていうのは、阪神・淡路大震災まで僕が若い頃ずっと住んでいて、生まれてから高校2年生まで、まあその年で3年生になるまでなんですけども、港川の河川の氾濫なんか見たことないんですよ。だからなぜ統合失調症っていうことに僕を従うのか。で、一番最初にその統合失調症の診断を出したのは誰かっていう話になるんですけども、で、それは統合失調症っていうことではなくて、統合失調症というものは、物事の説明ができない人っていうことにインターネット上ではなってました。そういうのを見たことあります。だからもう、政府のしてきたことになるから、野放しにしてきたっていう、僕をじゃなくて医療機関を、あと議員さんたちをっていうことになるんですよ。万博しちゃってるから、法の悪用もそうですし、そのエネルギーの残土問題っていうのをしっかりと考えていなかったから何でも作ってしまう。だからそれははっきり言って僕の責任じゃないから、何でも作ってしまうっていうのは、そのエネルギーの残存問題を、全く無視して、行ってしまってる。で、その方向に誘導して経済を回そうとしていたのが、テレビ局とか、どうしてもその民間の企業だとそういう性質になるんですよ。売り上げがあって倒産があるから。だからもう、だからすぐにでも、エネルギーの残存問題に関する、放送っていうものを各テレビ局はずっとしておかなければならない。これは NHK も民間のテレビ局も同じで、そこからのエネルギーの節約とかを呼びかけて、こういったね、例とかも、全て世間に公に公開してね、対処しなければならなかったと。まあ結局こういうことなんですよ。この薬が精子の生産されなくなる薬なのかどうかは分からないんですよ。ただその精子の生産されなくなる、いわゆるきつい薬とか言われてたもの、だからそれはこれ説明しようとしたらね、富永先生なかなか聞いてくれようとしなかったんですけども、まあ、野球で言うとね、スポーツ選手がマウンドでこう顎をこうちょっとこういうふうに動かしたり、あれ自然とそうなってしまうんですよ。
そういうシーン何回か見かけたことあります。で、各自も証言しています。でそれは神がかり的な力でそうなっているのであって、でその精神を生産されなくなる薬を僕は飲まされた時に、この話のものとか結婚問題だったとするのであれば、だから僕は結婚を止めてるんじゃなくて、こういう薬を飲ませていては医者が悪いっていうことになるわけじゃないですか。まあ、他にも要因はいっぱいあると思いますよ。僕は他の人たちを結婚できなくさせようとしたんじゃないですから。で、その僕が自分で自分の顎をゴリゴリするのが止まらなくなるんですよ。その精神を生産されなくなる薬で、そういうのを飲まされていた時に。で、それを何回か経験されていて、こんな薬は嫌だっていうことを何回も言ってるんですけども、飲みなさい飲みなさいって言ってくるんですよ。で、自分が飲んで同じ目にあったらいいじゃないって。どれだけ人権を無視した内容のものなのか、よく分かるからって、あと法律見たらって。っていうことを今までいっぱい動画で公開して言ってるんですけども、社会は何も変わってない。もしかしたら今日見たその橋脚に関しては、あの橋脚は以前作っていたあの五社駅からその次の駅の間にあった高速道路であって、今はその高速道路がなくなってるんですかね。何でもかんでも高速道路と有料道路をつなげようとしていた工事、ああいったものほとんどいらないんですよ。もう昼間電車ガラガラだから貨物列車走らせたらいいんですよ。その各駅停車とかで貨物列車の中をあの運転することを想像するから燃費が悪いような形にな、あの頭の中で想像するんであって、例えば、まあ、永田駅ぐらいから荷物を搬入したとして、次届くところが藤原台で、全ての駅通過だったらどうです？エネルギー効率いいじゃないですか。結局電気自動車化にしようとしているのは、ガソリン車の販売を生産、ガソリン車の生産を停止したかったからですよ。あり余ってるんですから、ガソリン車が。この間、その裁判所の人たちに関して、その法律名をね、求めてくるのはおかしいっていうことを YouTube の説明欄に記載したんですよ。そしたら逮捕って言いながら、ここの廊下を歩いた人間がいたんですけども、その人間が裁判所絡みの人間だったら、関係者だったら、もうその男は絶対逮捕されなきゃならない立場ですよ。だって、判決の書類に法律名と何条かなんか記載されないですもん。それ、裁判官の人はよくわかってるんです。それ書いてしまうとよ。そういうもん絶対書かなきゃならない世界にしようと危険だからっていうことを知ってるから。それコンピューターの電波の世界もそうですし、法律の、世界で、その知識、法律名を知ってる人間圧倒的に優位すぎるんです。本当に。で、あとは裁判所とかと組んでる人間とかの方が強いっていう形になってしまうんですよ。じゃあどうなるかっていうと、その先をずっと追っていくと、法律上、最高裁判所の長を決めるのは天皇陛下であって、天皇陛下が、総理を、任命するのであって、で、もともと、天皇家の人たちの子孫の人たちが昔から関白になったりだとか、まあ、政府上層部にずっとなってるわけであって、エネルギーの残存量問題に関しても岸田さんはよく分かってる方で、だけどもこういった状況は全く何も変わってないんですよ。特に医療機関で、このままだったら
ねえ、なんかこう、まあ、基本的に僕はいつも電車バス徒歩ですけども、タクシーもまず使わないですね。今一瞬頭の中で皇室のことを考えただけで、その歯がガチガチってなったから、これは何か悪い兆候であって、皇室の人たちにもうそれ以上こう物を言うなとか、そういうふうなことで受け止めてる人がいるんですよ。違いますよ。もともと武田恒康さんとかは僕の会いに来てるんですから、その順序じゃなかったら絶対ダメなんです。それは皇室の人たちが一番よく分かってるんです。そうじゃなかったら末端の人間は絶対潰されますから。で、成人様とか雅子様が会いに来て、その当時皇太子殿下だった。で、その他の皇室の方たち、宮家の人たちも僕に会いに来ていろいろ話してるんです。勤務先が変わったとしても。まあけど、そのいうふうな話を、兵庫県警の人たちとかが、その一部だけの話とかじゃなくて、その河川水門開閉式玉発電とかも全部ワンセット、もう全部全部もうものすごい量の情報量だけども、それ覚えてもらわなきゃならない。今なんか電波で誰かの証言みたいな形で、聞いてた話と全然違うやん、頭ええやんっていう話で、若い人どうなるのっていうようなワードの、まあ、男性の声が聞こえてきたんですけども、まあ、その人のその証言っていうのは、はるか以前のものだと思いますよ。いや、もうだからもう新ニーサの登場とかでも、どこから解決したらいいのか、どこの国がしようって持ちかけてきたのか。神戸とかいう声聞こえてますけど、全然違いますよ。もともとイギリスですよ。で、1920年っていう頃に、アメリカの議会で証券会社と銀行に嘘があるっていうことで、偽証罪っていうことになってるんですから。1920年ですよ。第二次世界大戦の前ですよ。国際連盟から日本は抜け出したのどれぐらいでしたっけ？第一次世界大戦ぐらいの頃で、ちょっとまたその歴史も僕も見て、一回整理整頓して自分のホームページに書き込んだ方がいいんじゃないかなとは思いますね。自分で一応書き込んだりしたら、書類でメモしたりするのと同じ、漢字を覚えたりするのと同じで、ある程度はやっぱり覚えていられるんですよ。で、あとは自分で定期的にこう説明する。そうすることによって覚えておくことができる。まあ、説明、自分から説明とかを何でもしなかったもやっぱり忘れてしまいますね。この現状っていうものをね、国会議員の方たちとか、あと皇室の方たちとかに、知っていただきたくて、もうだからもう抜け出せない状態になって、だから車を運転させないような状況を作りたがってる。で、その話を秀和株式会社に結びつけたがってるんでしょうけども、僕は秀和株式会社に二度と働く気はないって言ってるんですよ。で、秀和株式会社がおかしくなったのは僕のせいじゃないっていうのははっきりしてるんですよ。元からそういうところでしたから。だって店長とかに、僕は新人で入った年にそういうふうな仕事のさせ方をされていて、もともと運輸業自体はそうらしいんですよ。一月の労働時間が、280時間とか、300時間とか、そんなん当たり前ですよとか言ってた、まあ、精神病院に入院させられた2年ぐらい前の時なんですけども、そう言ってた
もともと運輸業をそのトラックの長距離ドライバーをしていた人が言ってたんですよね。まあ、そういうようないきさつとかを岸田さんに言って、でそれで、自動運転で、とにかく危ないからということで東京名古屋に関して、無人のトラックの自動運転っていうのが決まったんですよ。そのテレビ局とかの言ってる人たちのそのドライバー不足っていうのは話が根本的に違うんですよ。もう人口をずっと縮小してるからそんなに運ぶもん何ですよ。余計なもの売らなかったらいいんですよ。エネルギーの残存問題考えたら余計なもの作らなかったらいいんですから。だからそれはベルシステム24の三田支店で働いていて、その残念ながら経済関係のテレビ東京さんのブースなんですよ。そちら の, そのオペレーターの人たちがね、まあどういうふうな商品を扱ってるのかこう横に並べたりしてるから分かるんですけども、まあ売れ残った在庫を抱えていたのか何なのかちょっとよく分かんないんですけども、まあ通信販売なのか何なのか、そのまあ電話での いやもうそんなものいるもの大体スーパーマーケットに行ったら売ってるじゃないですか。だからだから裁判所の裁判官はね、去年僕は法廷にさまざまな書類とか一応法律面をいろいろ書いて提出したときに、法廷が開かれなかった訴訟費用の救助申請も通して、でその件に関しても、まあ、その書類にそこまで思い出せって書けていたか、もう量が膨大なんですよ。だからとにかく一つ一つ裁判始めて一つ一つ終わらせてもらわなかったら、もう僕もこんなにたくさんいち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 一つの件で六法全書見ながらどうだったかっていうのを対応してたらもう全然もう進まない。で去年から開いてくれていたら少し多くの件が、処理できていた。で本丸である精神病院とかの件とかも公に社会に公開して、これ以上犠牲者の人が出ない社会にしなかったら若い人たちもっと減りますよ。少子化、精神病院とかで少子化を進めてたんですから、警察官と一緒になって。それは一部の警察官の人たちであって、ただしその警察官の人たちはそれが仕事だって思い込んでしまってたんですよ。少子化を狙っててって言ってるんじゃないですよ。それ何でもいいから精神病院に連れて行ったるっていうのを連れて行ったるでしょ、連れて至るなんですよ。本当は自分の階級、結局給与金稼ぎっていうことになってしまうんですよ。でほとんどの多くの警察官の人と話していて、そんなに性格が悪そうな人なんか見たことまずないです。ほとんどの人はそれは現実なんですけども、昔からのその悪い習慣、その社会全体の流れから脱却ができなくなってるんですよ。こんなことしてたら警察官全員アウトじゃないですか。集団組織的な犯罪、警察官とかの議員さんと医療機関で、さらに建設業界までくっついてくる。無理ですよこんな世の中。そんなのね、さらにコロナウイルスの件はさすがにそれはまず議員さんでそんなものを作れっていうような人はいないと思いますよ。それが謎なんですよ、あの生物兵器の。そういう研究っていうものを一切合切やめさせたらよかったし、テレビでもそういう放送してた時期あるんですよ。
インフルエンザ自体医療機関が作ってたものですってしっかりと認めて、その判例とかをもっとテレビで何回でも放送したらいいじゃないですか。それはもうここ数年間一切放送しなくなったでしょ。いやもうだからもう全然わけわからないですし、お手上げですし、今日横僕の横を通り過ぎたのが悠仁さまであのであれば、だからまあ今回その皇室の方たち宛てにも言ってるんですけども、それをするからこの世の中むちゃくちゃになるんですよ。しっかりと相手と話し合わないとっていうことになるんですよ。で、分かんないですよ。もうマスクしていて目元を見たときに当人かどうかなんかもう分かるわけないじゃん。分かるわけないじゃないですか。もともとほぼ会ったことがない人物と。分かんない。だってマスクしてる人多すぎますもん。警察官の人でも。あと、もともと公務員としての仕事場のところも人材派遣会社の人たちになって、そこも年配の人マスクしてるでしょ。もう悪いことしてしまった人の方でしょ。晴山整骨院とかに集まって。他の医療機関とかで働いていた経験とかあるんでしょ。僕は今一番何に悩んでるかって言ったら、まあ一応富永先生もね、そんなにその自分で自分の顎はゴリゴリになって、その神がかり的な力でって、もう本当きつすぎると。それは理解してくれてるんですよ。ただ、これ飲まないんだったら、こちらもこれかけないよっていうような、ことだったんですよ。けど、この内容を見たら、やっぱり変でしょ。でこれ、まあ、こういうふうに強く主張したりしてるのも恐怖まじりであるんですよ、本当に。政府と社会全体の、けどまあ一般的にはその公務員 の, その公職員証を持ってる人たちは、こういうふうな話を聞いたら、それは本当なんだったら絶対おかしいっていう感覚は皆さん持ってるんですよ。だけども、みんなこんな世の中は違うの方向でこう舵を切れないというか、こう方向性を変えれない。分かんないですよ。僕はあれこれ言っていて、この薬がその精子の生産されなくなる薬なのか何なのか。だから結婚問題に関して、そのだから一応なんかこう裁判所を通して、いうような話になっていたケースもあるんですよ。誰か好きな人はいますかって聞いてくれて、裁判官、女性の裁判官の人でね、僕は原告で、訴訟費用の救助申請を通って裁判した時に。で、まあ、その時の、頃は僕は30歳ぐらいの頃で、今からならまだ間に合うと思うんですっていうことをおっしゃってたんですよ。ただし、その人も僕は、その精子の生産されなくなる薬を何回も飲まされたっていうことを、公用病院に通院させられていた時期は2004年、2005年なんですけども、それ、そこまで知っていたかっていうと、どうかわからない。もちろん、まあ、だから性格は良い人だと思いますよ、その裁判官、女性の裁判官の方は。だからもう裁判官になっても性格もすごく良くてですよ。だけども社会全体がこれだけむちゃくちゃだったら、もうどこから手をつけたらいいかも分かんないでしょう。分かんなくなるでしょう。もう投げ出したくなってしまうわけじゃないですか。もう今も聞こえたと思いますけど、ヘッドホンして今の音聞いてもらいます。ちょっと巻き戻ししてもらって、車のドアの音です。あれぐらい車のドアの音って大きいんですよ。ちょっと見てみましょうか。さっきはお姉さんの音でしたけど、ああ、横付けかな、向こうかな。自分が家の前でやられたら分かりますよ。
音がうるさいっていうことがね。あー、またや。あの、これ車かな。で、あー、やっぱり。あー、従業員や。春山整骨院の。髪の毛やっぱり茶色に染めとるわ。黒い BMW や。やっぱりや。で、警察を組んでたの？組んでなかったの？で、警察官に何って言って警察官を動かしたの？警察官の人も、その、いろいろ相手の言い分とかを聞いてあげなきゃならないっていう部分があるんですけども、その、警察官も話の持っていかれ方によっては騙されるんですよ。本当に。全警察官が精神病院に連れて行ったりするのは人生を完全に潰す行為だから、これやめようっていうことで一致しないといけんよ。ちゃんと法廷で話させてあげようって。ただしね、だから僕みたいに六法全書を買ったことない、例えば若手の人で20代前半とか、もうほとんどの人はそうだと思うんですよ。六法全書なしで社会に出てしっかりと読み込んだことがあるかっていうと、ほとんどの人がないでしょ。で、途中で諦めるじゃないですか。例えば食事法のこととかで、賃金の割増賃金がついてないことが、それは本当は割増賃金がつくものであって、自分が勝てる内容であるっていうことを、理解することもできてない状態で法廷に出たら出たで、まあ、弁護士さんがついてあげてね、そのどういうふうな賃金の支払い方をしていたか、どういうふうな、労働のさせられ方をしていたかっていうのをちゃんとうまく聞き出してあげる弁護士さんとかじゃなかったら、その人はやっぱり精神病院とかにいられたりとかになるでしょ。何か起こっただけで、で、怒らせた方が人間が勝ちで、悪党が勝ってしまう社会になるんですよ。動かしてお金の金額、金額。だからフルーツラパークを作った時点で、議員さんとかが第一次世界大戦と第二次世界大戦の意味分かってなかったっていうことになるんですよ。もうだから、もうその人たちはもうこの世にいないと思いますよ。だって建設するのに何年かかったか分かんないじゃないですか。神戸市立ホテルフルーツラパークって1995年の阪神・淡路大震災の前からオープンしてるんですから。じゃあ作り始めたのはいつか、計画を始まったのはいつかっていうことになったら、その当時の責任者の人たちはもうすでに高齢者の段階だったわけで、もうこんなにいるわけないじゃないですか。もうこの仕組みなんですよ、大体が。もう何もかも分かった頃には、その頃の責任者はもうこの世にいないっていう形になるんですよ。まあ、エネルギーの残存量問題に的を絞って、早く裁判所で解決させてあげる、弁護士さんをたくさん用意するだとか、僕の件で言うとですよ。それが社会のエネルギーの残存量問題の解決の第一歩なんですよ。だから、昨日ホームページとかで記載しました117番とか、まあ、スポーツ業界の人たちだけじゃなくて、議員さんとか、国会議員の人たちとかも、それ本当によく見てほしいですね。もうどれだけ頭の中知恵凝らして、もうこう、こことここの件変えなあかんわとか、それ何回も何回もずっと繰り返して、どういう順序で回るとか、全部メモしていって3月下旬から、人口規模とかいろいろ考えて、経済原理も本当にありますから、球団所有のスタジアムをされてる企業はあるわけですから。C だったとしても、もともとその誰がそういうふうなものを作り始めたんだっていう話になりますから、消費税上がった原因としてね。今、選手の人たちを責めてるんじゃなくて、どうこの局面を